はい、こんにちは、みずくんです。今日はですね、ちょっとね、乗り鉄ちょっと特別バージョンみたいな感じでね、来てるんですけど、今ね、あれ見てもらったら分かると思うんですけど、JR 東海名松線の終着駅ですね、伊勢奥津駅ね、伊勢奥津駅に来ております。はい、そんな感じでね、もうここから先は線路がないんでね、はい、まあ真っ逆行きなんですけど、伊勢奥津まで来てますということでね、さっきまでねそれに乗ってきたんですけど、今回はね、その名松線の駅をねちょっと巡ってみようと思います。で、巡るにしてもね、さっきまで電車乗ってたんでね、ちょっとね運動がてら歩いて行ってみようかなと思います。ちょっと行けるとこまで行けたいんですけど、ちょっとどこまで行けるか分かんないんですけど、歩いてねちょっと行ってみようかな、ちょっとダイエットがてらにみたいなところもあります。はい、まあ、そんな感じでねちょっと行ってみましょう。よろしくお願いします。ということで歩きたいんですけどね、飲み物は持ってきたんですけどね、食べ物がないんでちょっとそこで調達したいなと思って。ということで伊勢奥津の駅なんですけど、まあこのサクッとね、前回ね伊勢奥津の駅、紹介させてもらってるんでね、あれなんですけど、まあ、トイレもしてねちょっとね、気合い入れていきたいと思います。今時間が11時12分です。12分で11時半のね電車があるんですけど、この次の電車ぐらいでね、帰れるようなところで歩きたいと思うんで、まあ今からね真っ坂の方向かっていくんですけど、この辺まで行けたらいいかなとは思うんですけどね。はい、そんな感じでねちょっと頑張ってみたいと思います。はい、ということで伊勢奥津なんですけど、はい、OK かな。ということでね、ここからはね GoPro もちょっと使っていきたいなと思うんでね、はい、GoPro の方がやっぱり歩ウォーキングするには GoPro いいんかなっていう感じがするんでね、ちょっと GoPro 使っていきたいと思います。ということでね、今、ようこそ三杉町ということでね、まあこうありますね、こんにゃく刺身とかねいろいろあるんですけど、とりあえず食料をちょっと調達したいなと思います。で、伊勢奥津の次は質の駅なんで、そこをちょっと目指していきたいなと、歩きたいなと思います。ダイエットですよ、ダイエットダイエットしますよ。まあちょっと軽くなんか食べるもん入れとかないとあれなんですけど、ちょっと調達してみようかな。はい、名松線応援グッズとかですね。食いもんっていう食いもんがなかった。まあとりあえずあのおまんじゅう買いましたけど、ほんとね飲み物は持ってきたんやけど、まあ、まあ飲み物はねそこら辺でも多分自動販売機はあると思うんですけど、食べ物がないので、ちょっとおまんじゅう調達しました。はい、トイレ行きます。はい、ということで、進んでいきたいんですけど、名松線沿いに進んでいきましょう。ここが沖津駅なんで、こうですね、はい、こう行きましょう。どう行くかわからない。はい、ということで行ってみたいと思います。さあ、緊張の一瞬よ、これ電車がもうあと10分ぐらいで出発するんやけど、これ逃すと1時間半ぐらい電車来ないんでね、ここはちょっとあれなんですけど行ってみます、歩いて。はい、列車近づいていませんか？大丈夫です、列車はあそこにいますから。はい、大丈夫です。さあ行きましょう。これ歩いていけっかな、どこまで歩いていけるんだろう。
次のね電車で拾ってほしいんですけどね。11時の音楽ですね。11時半の音楽か。よいしょ。すごい。ねえ。あ、名所線。ちゃいましたね。さあこれを逃したんで、とりあえず次のね1時多分1時5分発か、長い。まだ11時半なんでね。さあ歩いていきましょう。次の駅まで歩きましょう。すごいですね。一応こうあるんですね。あーコミュニティバスっていうのがあるんですね。月水金？あかんやん。ダメっすやん。月水金だけかよみたいな感じです。そうですか。こっちは？あ、科目。11時21分。11時21分。もう過ぎてるやん。あ、行き瀬沖綱で逆戻りやんみたいな感じです。なるほどね。はい、行きます。どれ、スゴー踏切って言うんですね。スゴー踏切すごいですよ、これ。踏切がやっぱりね、ないですね。踏切注意って書いてあるんだけど、多分警報器もないんですね。ああ。すごい。こういうところ通るんですね。なるほどね。よいしょ。危ない。さあ来ましたが、これは三杉町はなんて読むの、これ。は波竹っていうんですかね。はい、の踏切に来ました、なめったけすごいねこれ。まだまだ先は長いです。さあこの上をね今ね、今というか名所線が走ってるんですけど、真上にね、すごいね。なんかお城のような石垣でできたようなところですね。すごいっすよねこれ。すごいですね、名所線の鉄橋ですね。はい、これすごいな。ああ、こういう風になってんだ。ねえ。すごいっす。
さあ、雲津川に来ました。すごいね、名勝線の走る鉄橋ですね、これ。うわー、すごい。すごいですね。お、あれは質の駅じゃないんですか。12時スタートして48分ですね。質の駅じゃないんですか、あれ。あれ、どこだ。これ名勝線ですけど、あそこ質の駅ですよね、これね。えさあ、行ってみましょう。もうすぐだ。さあ、名勝線室の駅に到着です。到着しました。津駅です。はい、はあ、しんど、疲れた。スタートしてから、スタートしてから今時間が、12時15分です。まだあと1時間ほどね、1時間弱ぐらいあるんで、もう次の駅も目指してみようと思います。伊勢谷地ね、この駅もう行ってみたいと思うんですけど、まあ質の駅ね。ちょっと待って、しんどい。結構答えますね、これ。もうほんと運動不足がもう目に見えてるよって感じなんですけどね。はい、さあ、質の駅なんですが、すごいですね、これ。やっぱりまっすぐになってますし、こんな感じですね。トイレ、一応簡易のトイレがありますね。はい、室の駅です。桐山城跡、北畑市ね、いますね。で、民家がすぐそこにあるんですよね。民家がすごいですよね。いいですよね。なんか徒歩10秒ぐらいで駅みたいなね。はい、運賃箱もこんなありますね。はい、ということでね、とりあえず伊勢沖津から何キロなんやろ。ちょっと待ってくださいね。4キロですね。伊勢沖津から4キロ歩いて、伊勢沖津から4キロ歩いて室の駅に来ました。はい、次ね、伊勢谷地、ここ向かってみたいと思います。はい、ということで引き続き歩いてみましょう。お願いします。さあ、行こう。4キロですからね、今歩いていきましょう。被災まで32キロ。まあ、歩けんことはないんですけど、ちょっときついよね。きついなあ、こんな太ってんのに、こんな運動不足なのに32キロ歩くのはきついですね。はい、ということでウォーミングアップみたいな感じなんですけど、ね、頑張っていきましょう。いやー、すごい場所ですね。上も鉄橋ですね。もうすぐね、多分来ると思うんですけどね、電車がどこまで歩けるかって感じですよね。
まあ、名勝線もね、本当一時期ね土砂崩れ、土砂災害に見舞われて、まあね、バス代行何年も続けてたんですけどね、一応復活させてほしいというね、強い要望もありね、まあ、復活させたんですけど、まあね、それはそれで良かったのかなっていう感じはしますけどね、やっぱりこの辺に住んでる人の、足といえばもうこれ、まあ、車はあるんですけど、もうやっぱりこの名勝線なんでね、はい、本当はね今からでも遅くないんでね、その奈良とかね、奈良とか、まあ、名張の方にね、まあ、名勝線ってついてるんやから名張までつなげてほしいなっていうのがあるんですけどね、はい、ただやっぱりちょっと名張行くにしても、やっぱりまさかから名張行くにしてもやべ、どうしてもこう回り道してますんで、やっぱり近鉄乗っちゃいますよね。ただこの辺の人ならね乗ってくれるはずなんでね、作ってほしいんですよね。さあ頑張りましょう。すごいですね、 JR 東海の車、 JR 東海の車ですね。すごい線路がそこに来てる、すごい船から。さあ時間がね、時間が、12時41分です。で歩き始めて1時間18分経ってるんですけど、1時間18分、6キロ歩いてます。はい、 6.1キロかな。はい、まあ、そんな感じで、ね、ちょっと歩いてるんですけど、ちょっとね、もうすぐしたら多分電車来ると思うんで待ってみましょう。ここで、はい、電車は通ります。ということでですね、あの折り返しの電車に乗ろうと思ってるんで、こっち行くときにね乗ろうと思って、あと30分ぐらいで折り返すのかな、ちょっとあれなんですけど、まあ沖津まで行ってバックしてくるんでね、はい、まあ歩きましょう、行きましょう。結構歩いてきてますよ、もう自然ですね、自然がいっぱい。さあ県道667号線に出てきました。大きい道です。はい、これをずっとまっすぐ行ったらね、もうほんと、どこまで行くんだったっけ、被災まで行くんでね、あれなんですけど、いやー結構やっぱり久々に歩いたら来ますね。すごいですね。
ぱりいいですよね、名所線、こうローカル線をね巡る、ローカル線を巡る、旅もねすごいいいですよね。コンビニがあるっていうのは嬉しいですね。コンビニが出てきたっていうだけでもありがたいのに、木材が出てますね。ここら辺結構栄えてますね。 J バンクとかもありますし、はい、いいですね。こんな感じですね。で、あそこが駅かな。こんな鉄橋があるんだ、すごいな。やばい、見すぎで、見すぎで一番、まあ、栄えてるとこって言ったらあれですけど、まあ、栄えてる場所結構いいですね。駅、あれが駅だと思うんですけど、結構綺麗な駅だと思うんですけど、前にあるのが。のどかだな、非常にのどかですね。1時ですかね。はい、ということでここに着きます。伊勢八地っていうのかな。すごいなんか歴史を感じさせる駅ですね、伊勢八地。建物がすごいですね。すごいですね。ちょっとウォーミングアップ感じでね、はい、いっぱいいるか。20分よいしょ。あの松阪までの切符が欲しいんですけど、はい、はい、はい、すごいですね。ここは綺麗ですよね。いや、来た時も電車行き乗った時もね、そう思ったんですけど、ちょっとあれはあれですけど、はい、こんな感じになってますけど、はい、ということで伊勢八地の駅なんですけどね。次鎌倉からまた行きたいですね。1時間42分、 7.4 キロ 7.5 キロ歩きましたね、だいたい。今日
今日はここまででしょう。ウォーミングアップです。ウォーミングアップ、はい。でまだ時間がちょっとあるんでね、せっかくなんでね、これ食べましょう。おまんじゅうです。これね、どうもね、ミスギンっていうらしいですね。ミスギンに合わせてちなんでミスギンかな。はい、そんな感じで、あとはちょっと食べてみましょう。伊勢沖津で買った、生菓子ミスギンです。いただいてみましょう。こんなんですね。ということで、いただいてみましょう。いただきます。これまんじゅうですね。うまい。あの、歩いて疲れた体には効きますね。まあお昼ご飯何も食べてないんでね、まあこれぐらい食べてもいいかなっていう感じにしてます。はい、ということでですね、伊勢八千の駅に到着しました。ここからね、今日はもう、電車乗って帰ろうと思います。まあこれ買ったんでね、はい、これで松阪まで帰ろうと思うんですけどね、またね、伊勢八千からね、今度ねスタートして歩いていきたいな、どっかのタイミングでと思ってます。はい、まあ名所散歩ですね。はい、まあ、そんな感じでね、またできたらいいと思います。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。結局7キロか。ウォーミングアップです、これは。ちょっとね、山とか登りたいなと思って、別のチャンネルですけど、そんな感じで考えております。さあ、ありがとうございました。最後電車だけ取って帰ります。